この動画はシンボラを意気揚々と使おうと思ったが全く活躍しなかったためブラッキーの動画となります。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ダイダラです。ポケットモンスターシールド、今日もねバトルランクマッチやっていきたいと思います。さてね、皆様見てください。今回ね、作ったポケモンがこの子です。シンボラー、かっこいい。シンボラーね、まあもらったポケモン、育成会とかでもらったポケモンをねそのまま育成したって使ってるって感じなんですけど、特性色眼鏡でね、努力値は、CS ブッパー、特攻と素早さブッパーでね、技こんな感じです。まあフルアタですね、完全アタッカーでダイマックスして戦うっていう感じのポケモンとなっておりますので、ちょっとね うまく使えるか分かんないですけどちょっとダイマックスしていきましょう。まあ、ダイジェットして素早さを積みまくって戦うってタイプなので、要は前作ったギャラドスとねほぼ変わんないと思いますので、まあノリで使っていきましょうか。はい、マッチングしました。よろしくお願いします。うわー、あれなんだっけ、マーイーカの進化系のやつねえ、結構サニーゴとか嫌だな。まあなんとか戦っていきましょうか。メンツはねよし、これでいきましょう。よろしくお願いします。いや勝てるかな、よろしくな。よし、モルペコの挑発は生きていたら勝てるんですよね。さあ一発目先方がねサニーゴだと僕の読み全然違った全然違った、もうやばい、サザンドラは無理だって。サザンドラはモルペコちゃんもう震えてんじゃん、チワワなってるよ。とりあえず守っとこう、怖いから守ります。やめてくださいやめてください、ほんとやめてください、ほんと多分トンボ返りするから、トンボ返り。じゃあな、かわいい、よし、トンボ返り、ほらな、トンボ返りするだろトンボ返りされたとこでな、トンボ返り抜群になっちゃうんだね、これ多分抜群になっちゃって、いろいろピンチなんで、まあ、スカーフなのでもうスカーフでこれ確定でやってくるので、さあとりあえずモルペコちゃん戻しましょうか。でブラッキー出しましょう。ちょ抜群なんですけどこれ、トンボ返り抜群なんですけど食らいましょう。いやあんま効かんやろ、よしよし全然効かん全然効かん全然効かん、大丈夫。さあこれでポケモン向こう何変えてくるかだよね。スカーフササンドラだと思うのでちょっと嫌なんだよね。さあミミキュッキュッキュ、かわいいですね君、君かわいいね、ミミキュやだな。まあ、とりあえず剣の前してくるでしょう多分。これ難しいよね、剣の前にしてくるんだったらイカ様打ってなんとかしたいけど、あくびで帰ってもらうってのもありなんだよね。帰ってもらう、あくびで君お帰りいただく。よし、あくびしました。さあじゃれつく、おーっとそのまま突っ張ってきましたね。まあ大丈夫です、ここはさあ、あくびしときましょう。わーおわーお、オッケー。さあこれで多分引くでしょう、おそらく。誰出してくるかだよな、そこで。よし、イカ様しときましょう。サザン、うわっと引かねえのか、突っ張ってきたな。イエス。さあ、バキの皮剥がそう。え、何持ってんだ、技。おやすみ。トリックルーム使った、わー時空歪めてきたで。え、ミミッキュってトリックルーム発動できるんだ。ちょ、待って、トリックルームってことは何がいるんだ、あとポケモン。わからんぞこれ、ちょっと待ってな。相手見ましょうか。遅いポケモンって、うわー、ドサイドンねえ。これは願い事体力回復させておきましょう。とりあえず多分引いてくるでしょポケモンこれね。あ、でもドサイドンだな、ラストは。ラストというか、さあトリックルームの遅延行為というか、しっかりと守るはして、単化石していきましょうか。ここはちょっと怖いので何してくるかわからないで怖いじゃないですかこれ。守りましょうか、ここは一旦稼ぎましょう。さあ向こう何してくる。さあ、おーっと、メガの進化か、メガの進化、確かにそうだな、そこで使うわな。シンボラ出番あるかななんかブラッキーがいい仕事してくれてるからな今。でもサザンドラ落とせねえよな、サザンドラ。え、サザンドはどうやって落とす、シンボラ君。さあ守る、ふん、痛い、やめて、変なことしないで。ダイナックル、攻撃力アクを上げながら殴ってきたぜ。痛いよ痛いよ、
だがしかしおかしい、硬いぜうわ、攻撃力上げてくんのやばだな。イカ様の効果がすごい美味しくなるんですけど、これはね、願い事守るでいった方がいいよね、多分。願い事守るで耐えて耐えて、トリックルームが終わったタイミングでイカ様を当てて相手をやっつけるっていう感じを狙っていきたいんだけども、ね、そうするか。俺の道で行こう。俺の道で大ナックル、キャッツよ攻撃力上がりすぎだって、それ。ちょ、無理だってマジで。お願い、神様、神様、次の攻撃耐えてください。あのね、ダイマックスの攻撃を守るで受けるとどれぐらいダメージを受けるのかって俺知らないんだよね。ほんと何分の1になるんだろう、わからん。さあ守ろう。これ守ったら願い事で回復プラストリックルームは解ける、まあ、トリックルーム解けるってだけで多分ね、だいぶね、あのアドアドなので、引っ込める。うお、引っ込めるか、これダイマックスを捨てて。誰出してくるか、逆にありがとうだよ、それ。サザンドラ、ヤバンドラじゃねえか、それ。さあ守ろう、まあ、大丈夫でしょ、これ。わお、まあ、とりあえず体力回復、願い事が叶いました。これもう一回守っていいかな。あ、でも待って、これは殴っていいか、むしろ。あ、時空戻ったのか。何してくるかだよね、これ。これ多分ね、あれだよな。多分、トンボ返りだよな、また。トンボ返り。いいよ、トンボ返りして。守っとこう、とりあえず。トンボが一回体力回復してから、ちょっと長引くね、ブラッキーの試合は。あ、竜波動？竜ちゃん？竜ちゃん出してくんの？俺、フェアリータイプいたっけ？手持ちに。いない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 。受けられない。受けられない、受けられない、そうなの。竜の波動とか。ブラッキー、いやでも、そんな効かねえだろ。効くかな？じゃあ、あくびしとくか、とりあえず。そんな効かねえだろ。竜の波動。タイプ1ですけど。あ、そんな効かへんね。よし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 。大丈夫、大丈夫。半分以下だったら問題ないね、これは。よし。さあ、とりあえず、あくびして、一生眠ってもらいましょう。で、これで多分ポケモン変えてくるので、出てくるのは誰だろう、ミミッキュかな。イカサマしときましょうか、ここで。さあ、引っ込めた。さあ、ミミッキュね。とりあえず、ミミッキュ潰す感じだろうな、多分、こうなってくると。ね、イカサマでーす。これ。よし、次のターンでやっつけそうだね、ミミッキュも。もうトリックルームをね、起きて発動させられるっていうのが多分一番俺の中で最悪の展開なので、起きんなよ。起きんなよ。起きんなよ、ミミッキュ。あ、怖い怖い怖い。よしよしよし。え、スパイさん俺勝ってんの？よくわかんない。よし。さあ、これでどうなるんだ、次。ブラッキー強えな。これブラッキーの動画じゃねえんだけどな。俺もう何本か前の動画、ブラッキーの使い方わかんないよ、言ったんだけど、ブラッキーマスターになってきたね、やっと。守るが使いやすい、マジで。さあさあ、サザンドラ、ヤバンドラ。とりあえず守りましょう、ここも。まあ、とりあえず守っときゃいいでしょ、とりあえず。守る。流星群とか撃ってくるかな、こうなってくると。トンボ返り、おー、いいよいいよ、トンボ返りだったら。よし。どう落とすかだよな、やつを。なあ、とりあえず、イカ様撃っときますね、ここで、ね。トンボ返りして帰っていくので。ブラッキーしか使ってない。やばい。やばいって。ブラッキー強いって。アークのハード？あれ、スカーフじゃないの君。全然効かねえ。スカーフとばかり思ってた、俺。アークのハード、ひるみがあるから嫌なんだよな、ほんと。ねえ。願い事しとこう、とりあえず。いいよ、別に。突っ張って殴り合おうぜ。突っ張って殴り合っても勝てるよね、多分。トンボ返った。ここで帰るか。一旦ずらしてきたね。ブラッキー買って。いや、向こうがね、物理アタッカーだけだったので、やっぱ物理受けのポケモンがね、相当で輝くんですよ、こういう時に。ドサイドン。ドサイドンってなんか、ねえ、すごいお腹柔らかくないのかな。プリプリだったら可愛いんだけどな。絶対硬いよな。ドサイドン。よし。ドサイドンの、なんかドサイドンで直帰来てるよね、ずっと思ってたけど。まあ、とりあえずイカサマしましょうか。耐えるでしょ、さすがに。
イカ様、角ドリルとかしてきたら嫌なんだけどね。あるかな。よし、アイアンヘッド、えい。まあいい、そんなもんですね。回復するな。これも向こうブラッキートラウマなんじゃねえかな、これ。よし、タイムなんたらですはないでしょうね。あ、コウさん選ばれました。よし、ということで大勝利です。ブラッキーだけでいきましたね。シンボラ。おちょっと待って待って、スーパーボール級になった俺、嬉しい。オッケー、よろしくお願いしまーす。おー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 、どういうことかわかんねえや、このポケモン。何出てくるかわかんねえ、まったく。オンバーンが先方かな。オンバーンか、バイウールか。オンバーンって速いんだよな、足が。やっぱ、同じで。いつもと同じで。オッケー、よろしくお願いします。33と36。ね、俺の方が数字高いから俺の勝ち。よろしくな。お、かっこよく決めてね、ブラック、そいつ。さあ、バイウールですね、初手。まあ、これ読み通りですね。本当かよ。さあ、モルペコちゃん挑発しましょう。そう、バイウール出てきたらだるいなと思ってね、今回、モルペコ選出したんですよね。さあ、モルペコ挑発しましょう。カモン、ベベーイ。よし、さあコットンガード出せなくなったので、強いなやっぱ。よし、さあ出せなくなったところをブラッキーに変えてもいいんですけど、何してくる。ボディプレスとかしてくるかな。ボディプレスとかしてきたらやだな。変えようかな。ボルトチェンジしよう。バイバーイ。挑発して帰るわ。バイバーイキーン。全然効かねえ。勝てー。よし、ブラちゃん行きましょう。ブラちゃん、カモン。ボディープレス、やっぱ格闘技だからね、抜群なんですよね。ちょっといった。え、結構食らうな。思ったより効いた。まあ思ったより効いたけど、まあなんとかなるでしょう。バイオールでも攻撃力低いから、イカ様をやってもあんま効かないっていうのがね、一番嫌なんですけど、まあこれは向こう突っ張ってくるかわからないけどね。どうすんだろう、挑発状態。あくびしておく？変えてもらう？もう変えてもらうか。バイバイみんな。ボディプレス？いや、突っ張ってきましたね。いって結構効くんだよ、君の攻撃。強いよ。さあ、あくび。あくビーム。よし。さあ、体力はちらっと回復。向こう何がいるっけ？あと、イカ様を当てて大ダメージを。当てれるキャラがいたらいいんだけど、ちょっと待て。まあでも、挑発解けたけど、絶対帰るでしょ、これは。え、コットンガードしてきた。え、そのまま突っ張っとかで、ちょっとなんかすげえなまったというか、変な感じだったんだけど、突っ張っとか、おめえ。で、体力回復しよう。よし。おいでやす。なや、あんたはもう、やめなさい。おやすみ。ご飯は？ご飯ないね。ご飯はない。コットンガードあるから、イカ様のダメージどんなもんだろう、これで。全然効かねえんじゃねえの？イカ様、キュンクンファン。全然効かねえ。あ、お前、ゴツネ持っとんのかよ。ちょ、待て。それはダメだって、ほんと。ポケモン変えよう。もう帰る、俺。帰る、もう。こんな無理やって、もう。シンボちゃんだぞ、シンボちゃん。もう、シンボならんちゃん。カモン。いや、ボディープレス効かねえよ、シンボラーって。格闘4分の1ですからね、ダメージ。オッケー。天敵です、天敵。もう全部バレちゃった、俺のポケモン。全部バレちゃったポケモン。シンボラーくんで、なんとかしていきますか、とりあえず。もうダイマックスして、ダイジェットで素早さガン上げしまくっていくかも。こう、早いけど、気が早いけど。行きましょう。さ、引っ込めてくるかな、さすがにこれは。ね、特にね、あのコットンガード、俺コットンガードボディープレス以外バイウールあんま分かんねえんだよな、ほんと。よし、かっけー、シンボラー。そう、シンボラーは皆さんね、どういう使い方するかというと、ダイジェットで本当にガンガン素早さを上げ、そして弱点保険持ってるので、相手に弱点をついてもらってそこを潰すという凶悪的な型である。
丸。オッケー。あ、まだ眠ってる、まだ眠ってる。よーし。おもちゃですよ、おもちゃ。この子は僕のおもちゃですよ。バイウール君、バイバイ。バイバイウールだ、バイバイウール。ポケモン手持ち全部3匹割れたんですけど、ボルペコ、ブラッキー、シンボラ。ともにね、ポケモンみんな、実質というか、全然ダメージ食らってないので、ね、ありありのありでしょう、ここは。さあ、ラプラス変えてくれたのはマジありがたいですね。これでね、多分ですけど、冷凍ビーム打ってくるんですよ。で、それで抜群食らったところで、ね、弱点保険が発動して、ご飯が美味しいっていう展開に持ってきたいですね。とりあえず、大バーンで、ね、なんだろう、あまり、大バーン、うわー、ちょっとミストフィールドにして、状態異常かかんないようにするか。あ、お前、それは、ずるいか、じゃないか。お前、それずるいじゃないか、俺。お前、ちょ、待てよ。お前、待て。それ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 待て。待って。大アイスかな。ちゃんともっとダメージ取る技しときゃよかった。まずい、これは。まずい。ちょ、待て、こういう、俺、こういうとこやぞ、ほんと。こういうとこやぞ、大だな、お前。全然効かんがな、それ。あかんって、それ、あかんって、全然カチカチやぞ、こいつ。カチカチのカチやで、これ。これで、まあ、状態異常かかんなくなったんですけど、ちょっと噛みすぎてる。マイク殴っちゃった。動揺しすぎてる。大アイス。まあ、抜群取られるわけですが、まあ、ここで全部大丈夫よ、皆さん。安心してください。私、弱点保険ですよ。やばいな、これ。大爆弾終わっちゃったよ。いや、これ今、ダイジェットしとくべきだったな、今。ダイジェットしときたら、超威力のアシストパワー打てたんだよ、アシストパワー。これ、アシストパワー1個上がるごとに技が威力上がるみたいなやつ。打っときましょうか。落とせんじゃねえ、これで。知らんけど。ほら全然無理やったわ。あ、負けたかも。待ってみんな。お待ちになって。あられのダメージが一番嫌なんだよね、この何かというと。モルペコちゃんがね、いつい。あられがきついわ。モルペコちゃん、落とせる気がしないので、ボルチェンですね、ここは。向こうがなんか変わった技を打ってきてくれることを祈りましょう。何してくるんだ、ボルトチェンジ。じゃな。全然効かねえ。あんだけ、電気タイプ1の物理技、あんだけしか効かないっておかしくねえか、これ。いや、これ多分、今のでもダメージの減少具合を考えると、あれで多分オーラ車でやっと落とせる感じかなと思いますので。大アイス。大、よし。ブラッキー強えな、やっぱ。俺、シンボラの動画なんだけどな、おかしいな。ブラッキーは強いって動画に変更ですね、これは。よっしゃ。さあ、ラプラス。自己再生とかあるかな、ラプラスって。なんかありそうな顔してる。悪い顔してるもん、こいつ。イカ様で落ちろ。イカ様で落ちろ。向こうの落ちてるポケモンが、イカ様。へい。あっち、なんで、ウェザーボール。天候によって、効果が関わる技。おう、そこそこ効く。あられが襲う、痛い、それきつい。よし。さあ、とりあえずこれ落とせそうですね。オーラ車がどうなるかだな、これ本当に。問題は。イカ様だ、とりあえず。イカ様で、落とすでしょ。引っ込めた、まだ残すか、ラプラスを。でもラプラス残したところで何もなくね、もう。さあ、バイウール。それバイバイ、イカ様あり。よし、はかった。5つ目いった。ちょっと待って、それやばいな。5つ目痛すぎるやろ、それ。バイウールすぐ起きるかな。ちょっと、マジで勝てえで、いって。これやばいって、マジで。願い事もう一回しとこう、これ。願い、起きない読み。起きない読みの願い事。ワンチャン起きる。1、3ターンだよね。1から3ターン。引っ込めた。わお。これ、ラプラス。オッケーオッケーオッケー、ラプラス。まあ、これはオッケーオッケーオッケー。全然いいでしょう。さあ、願い事。ヒュー。ほんま、5つ目強いっすわ。
これいかスパイダー勝てたよね。いや、わかんないよこれ。もう守っとくとりあえず。でなんか守る貫通とかないよ。大丈夫だよ。行くさましよう。行け。また引っ込めんのか。またお前引っ込めんのか。また引っ込めんのか。よくわかんないもん。とりあえずラプラスを落とす。これでオッケー。ナイス急所。無駄急所ですけど。さあこれでとりあえず寝が、あの体力回復できたので、え、ブラッキー強っ。よーし、モルペコちゃんに託したいな。どっかでドヤドヤするよ。ドヤ切り刻んざ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 ん。あ、やばい。大事にしていく。大事にしていけ。大事にしていけ。ね、これあくびで眠らせて、ダブル眠らせていけんじゃね。ね、ふぅ、剣の舞を使った。まあこういうのが上がったらイカサマでね、美味しいので、まあ構わないんですけど。よーし、複数催眠っていいんですか。なんかよくわからないんですけど、昔よくはよくないみたいな感じだったと思うんですけどね。まあルールで禁止されなかったらいいんでしょう、おそらく。さあイカサマ行きましょう。よし、たぶんまたバイウール出てくる。バイウール、また剣の前待ってきますね、この人。マイマイのマインちゃんですね。まあでもいいです。イカ様。ヘイ。ゴチ。ははは、効く。そんな効く？ねえ。マジ強いじゃん。よーし。え、起きんの？おはよう。え、待って。大丈夫だよね。耐える、え、待って、なんかあるか。バレットパンチ大丈夫。イカ様落ちるでしょ、バレットパンチとかでも。大丈夫でしょう。アイアンヘッド早い。うわー、耐える。ブラッキー勝て。ブラッキーってやばくないっすか。ブラッキー、ブラッキーってやばくないっすか。これ大エースやったわ、ブラッキーだけで。なあ、今日の動画はブラッキー大活躍っていう動画で決定でした。ありがとう。シンボラも活躍してくれたよ、ありがとうな。よし、さあとどめいきましょうか。イカスマ、お、起きた。あ、待って、え、待って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 、え、大丈夫だよな。待って待って、これ今死んだわけだが、死んだわけだが、最後モルペコちゃんが残ってる。モルペコちゃんのオーラ車で落とせるよな、その体力。モルペコちゃんいけるよな、オーラ車で落とせるよ。モルペコちゃん強いもん。いけ。それぐらい、それぐらいは削れるよな。さすがに。さすが、俺ちょっと不安になっちゃった、モルペコ。お前のこと信用してないわけじゃないんだぞ。信じてくれ、モルペコ。な。お前のこと信用してないわけじゃないんだが、俺は、うん、好きだぞ、君のこと。はい、ではこれで終わりたいと思います。いやー、ブラッキーって最強ですね、皆さん。ね。シンボラーも、まあいいんですけど、やっぱブラッキーも、やっぱその、一枚上手だったって形で。で、やっぱ物理アタッカーが今いる環境下において、やはり刺さる、この強さ、物理の硬さ、で、最高ですので、皆さんもね、シンボラーじゃないですか、ブラッキー。シンボラーもね、いいけどね。シンボラーもいいけど、ブラッキーも忘れないでください。よし。それでは今日の動画は終わりましょう。また見てください。バイバーイ。なんか耐久ポケばっかやから嫌われそうやな、俺。